フランシス・スコット・スコティ・フィッツ・ジェラルドは、作家イスコット・フィッツ・ジェラルド、ゼルダ・フィッツ・ジェラルド夫妻の間に生まれた一人娘で、ある。彼女は、作家、ジャーナリストとして働いたほか、民主党員としても働いた。1992年には、母と共に、アラバマ女性の殿堂入りしている。1921年の父・スコットと、母・ゼルダ。写真は、 スコティが生まれる1ヶ月ほど前に撮影されたフィッツジェラルドはミネソタ州セントポールで生まれた。母ゼルダは彼女が生まれた時にスコティが美しくて少しおバカさんに育ってほしいと述べたと言われている。父、スコットの小説グレート・キャツビーには登場人物の一人デイジー・ブキャナンが自分の娘に向かって同じことを述べるシーンが存在する。 彼女はスコティとの愛称で呼ばれ、幼少期には旅がちな両親に従って世界中を転々とした。彼女はフランスのパリ・アンティーブに住んだほか、ボルティモア近郊の町、タウソンにほど近いチェサピーク湾で、父が借りたビーチハウス、ラペで5年間を過ごしている。1931年、父スコットが精神的に参ってしまったため、彼女はスコットのエージェントだった。 ハロルド・オーバーに引き取られ、大学卒業まで10年余り支援を受けている。1936年、フィッツ・ジェラルドは、コネチカット州の寄宿学校、エセル・ウォーカースクールに通い始めたが、イエールまでヒッチハイクしようと学校を抜け出したために、退学させられた。その後、バッサー大学に通い、1942年に卒業している。 大学を中退し学位を取り損ねた父スコットは、彼女に同じ過ちを犯させまいと、厳しい授業をとって、熱心に勉強するよう悟す手紙を何通りも、書き送っている。シングス・ツー・ワリー・アバウトとして知られる、スコットの文章は、スコティにあてて書いた手紙の一節である。父は、彼女が在学中の1940年に死去し、フィッツ・ジェラルドは大学を辞めて、文筆業に就くとしたが、 一族で初めての学士号を取らせたがっていた父を知る周囲の勧めで考え直した。遺言書の認定に時間がかかり、彼女は無収入となってしまったが、父のエージェントを務めていたハロル・ドーバー、担当編集者だったマックス・パーキンズ、遺言執行人で、父の学友だったジョン・ビックズ、ジェラルド・マーフィーが基金を作り、大学卒業までの資金を確保した。 中でもオーバーは、スコットの死後、母ゼルダとスコティの世話を最後まで引き受け、彼女の結婚式代金をパーキンズと接半して、負担した。スコティと彼女の最初の夫であるサミュエル・ジャクソン、ジャック・ラナハンは、1950年代から1960年代にかけて、ワシントンの司会者として人気を博した。ラナハンは、ワシントンの有力弁護士であり、 二人の間には四人の子供が生まれた。この間スコティはアメリカ多発性硬化症協会ワシントン支部が行う毎年の上演のためにワシントンの社会情勢を切り取るミュージカルコメディをいくつか書いている。彼女の作品オンワードアップワードウィズザーズは監督デイビッド・メリックによってブロードウェイ公演を検討された。ラナハンとの間にはトーマス・アディソン ティム、エレナー・アン、サミュエル・ジャクソン・ジュニア、セシリア・スコットの4人が生まれた。長男トーマスは27歳で自殺した。長女、エレナー・ボービー・ラナハンは芸術家、作家の道を進み、母スコティの伝記、スコティ・ザ・ドーター・オブ・ザ・ライフ・オブ・フランシス・スコット・フィッツ・ジェラルド・ラナハン・スミスを出版した。スコティは、グローブ・スミスと2度目の結婚をしたが、 1980年に離婚した。スコティは晩年の13年を母、ゼルダの実家があったアラバマ州モンゴメリーで過ごし、1986年に64歳で亡くなった。彼女はメリーランド州ロックビルの墓地で両親のすぐ近くに葬られている。ありがとうございます。